ジーン・ルネ・コンスタント・クア・ジャン・ルネ・コンスタンクアは、フランス海軍の軍医、動物学者である。フランスの探検公会に、博物学者として参加した。バンデ県の前への医師の息子に生まれた。フランス革命後のバンデの反乱による混乱を避けるために幼少期は、サンジャンド・ドリベル星のおばの家で育てられた。後に、家族も、サンジャンド・ドリベル星に移り、父親から、 薬草についてや医療を学んだ。1806年にロシュフォール海軍医学校に入校し、1807年に三頭医官房に任じら、1810年から戦場任務に就いた。その後昇進し、1814年にはモンペリエ大学で学位を得た。1815年はロシュフォールの海軍病院で働いた。 1817年から1820年の間、行われた、ルイド・フレシュネが率いるウラニー号の太平洋探検公会に、シャルル・ゴーボーと共に、博物学者、繊維として参加した。帰国後、海軍病院に復職し、探検公会の報告を作った。1824年には、ロシュフォール海軍医学校の解剖学の教授に、任じられた。 1825年にレジオンドヌール勲章を受勲した。1826年から1829年のジュール・デュモン・デュルビルが率いたアストロラーベ号の探検公海に参加し、1830年にフランス科学アカデミーの巡回員に選ばれた。その後ツーロンやブレストの海軍病院や海軍の医療行政の仕事で働いた。1852年にレジオンドヌール勲章を 受訓した。クアは植物の学名で命名者を示す場合にジャンルネコンスタンクアを示すのに使われる。ありがとうございます。